はい、今日はエヴァニューのカルストでご飯を作っていきたいと思います。よいしょ、カルストいいね。カルスト軽い、50何グラムしかなかったと思うよこれ。ちょっと風きついからな、アルコールにはちょっと向かへんけども、風防でなんとかなるかな。よし、メスティンでご飯の用意。よし、じゃこれでいきます。これアルコール、アルコール燃料が入ってます。ドアこんな感じ、めっちゃいいね。開放感最高。むっちゃ人来てるけど、後ろは人だらけ向こう向いてるから。さあ、この EPI の風防がどこまで効果を発揮してくれるか検証に。風強いなあ。よいしょ、出ないと思うでしょう。ペンペンペン。およよよよよ。押しといて。弾くと。よし、きれいに全部取れました。ピカピカー。はラーツっていうことで、札幌一番の味噌ラーメンと、ベーコンラーメンにしようかなと思ってベーコン持ってきました。あとは卵。よこういうスタイルもたまにはいいねなかなか楽しい。駅に分かる子が強いね、すぐ湧くわ。でベーコン入れます。ドバッとこのぐらい、あんまり入れてもな。で、ほい、そろそろ拭いてきました。拭いてきたので、うわーよし、麺投入。キッ、こっからは早いよ。ぐらいでいい、これぐらいでいい、これで。よっ、よいしょ、卵を入れて、お、はい、それではできたので蓋オープン。あ、ご飯どんな感じかな、まぶしい。よっ、きつ、あ、いい感じ、蒸らしてだからな。よし、それとオープン。あ、いけてる、美味しそう。さあ、食べたいと思います。よし、うまっ。あ、美味しいな。桜の花びらが散って、これ美味しそうじゃない完食、ごちそうさまでした。30でいい。こんだけあれば十分や。もうちょっと入れとく、こんなもんでいい。よし、
30cc ちょ、うん、40cc ぐらい入ってるかな。贅沢や、贅沢な時間だ。時間だね。やけたな。一発やな、チタン、さすがに。綺麗な焼き色がついたよ。レバニューのチタン。これで味が出てきた。もう最初の頃って嫌よな、新品っていうのが。これいいよ。よいしょ。エヴァニューチタン。ちっちゃくなるしな。これを取ってこう重ねてこうすると、ほら、こんだけちっちゃい。57g かなんか、そんな、それぐらいの重さやったと思う。で、これでおしまい。S ビット。これ、蓋がないのね、どのアルストにも。だから、S ビットの蓋、これがぴったり合うので、どうやったか。これ出して。よいしょ。ほら、これで。少量やったら消せるからね。でも大体日本、60cc 入れたらもう燃え尽きるまで放っといてもいいねんけど、何かあった時にかぶせれる、うん、ただこれの蓋はないから、だから S ビットのやつを使ってます。よいしょ、こうやって消せるでしょ。まあ、S ビットは S ビットでいいねんけどね。これはこれで使える。また出さなかったのか。 S ビット五徳がこれないから、このエヴァニューのチタンの五徳、これを組んでここに置くと、これで火にかかれる。これで五徳になる。落ち火しない、絶対に。ようできてると思うよ、これ。ごっつ安定してるし。え、これがエヴァニュー。あ、こっちは S ビット。こっちがエヴァニュー。これもエヴァニュー。これでも使えるんで。うん、もちろんエヴァニューだから、エヴァニューって。こう使えるん。これ一緒。使えるねんけども。ここに火が当たると輻射熱で火が広がってくれるから、大きい面積をあったかくすることができる。めっちゃ大雑把やけど、ということです。桜も終わりかな。綺麗けどな、もう葉桜になるって。じゃあ、この木は、斜めの方に。結構怒るな。さあ、今だ、帰ろう。撤収産業。
that good.